どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。夏休み特別企画、星のカービィスターアライズ縛り実況、いよいよ最終回ですね。星のカービィスターアライズやっていきましょう。さあ、エンデンニル戦ぶっ倒していきましょう。星のカービィスターアライズ、仲間連れてかないとダメなの？マジで？もういや、じゃあこれでカービィ縛りでいきます。これだって無理だもん。もうやっぱそうなのか、4人じゃないとダメなのか。これティンクルスターアライズ、さあ行きましょう。マジか、やっぱ一人じゃ無理だよね。ぼっちで戦う話じゃないもんね。さあ、こいつ本当にね、カービィの敵と思えない姿してるんですよね。なんかこれ途中でエンデニルの体内っていうかに入る時があるんですけど、その時に仲間捨てれんのかな。そしたらちょっとそこで試してみますか。無理そうな気はしますけどね。さあ来ました。やばいねこの見た目、本当に。ハジンエンデニル、だよしよし、今度は右腕じゃね、左か。で普通に実況していた時ってチャージショットの存在に気づかなかったんですけど、背中だっけこれ。背中だったっけ。わお、やいね、よし。最後は頭、よし。さあこれで中に入ります。やっぱマイナスをしても捨てれないね。あー吸い込まれる。きたー、体内。ほら、マイナス連打、マイナス連打。あ、やっぱ捨てれねえわ、ダメだ。マジか、捨てれないか。で、ここで、サンマ感がよーく見たら、出てきているというか、吐き出されてるというふうに言えばいいのかな。痛い。この中、文字がすげえ。あ、間違えた。やらかした。あの文字吸えんのか。よし、あ、そっか、これがあるからね。パッカーン、割れました。これハイネスも吐き出されてるんですよね、さりげなく。だからもうこっからもう完全に暴走したっていう感じかな、エンデニル単体が。さあ第2段階、翼が生えました。これ確かあれなんですよ、064の02の羽でいいんですよ、合っているんですよね。状態は連打がいいらしいですね。あ、あっちか。エンデニル戦に限ってまともな縛りになってない。スローモーションみたいなのが出
できたわけですね。なんじゃそれ。よし、倒した。あとは顔かな。顔デザインだと間違いないな。オッケー、倒した。で、ここでなんかカービィみたいなやつが出てくる第二形態なんですよね。第二形態じゃない、内部の第二形態。さあ来た。こいつもなんか意外と強かったような。うわー、そうだそうだ、これだ。痛い、やばいやばい。そうか、洗脳されてんだ。あ、間違えた。これ放置で、放置すりゃよかった今の。そしたら一人でね戦えたんで。ひでえな。痛いね。弾幕ゲー、弾幕ゲー。え、怖い怖い顔が。ニコッニパーッ、トゲがピューン。痛い、危ない、痛くない。ほうほうほう、痛い、ペラペラ。よし、よし、当たった。お、ダークマターみたいですね。これはレーザーが飛んでくる。あー、マジでガードできねえ。嘘でしょ。あー、待って、ちょっと、あったあった。ぼーっとしてた今。なんでぼーっとする。痛い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 。ちょっと人がさ、吸い込んでる時それはやめて。あぶね、強引にゴリ押ししましたわ。おいおいおい、これね、一周一周ぐるっと。ちょ、まだ来んの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 。危ねえ、ぼっとしてた。よし、お前かい。いや、ちょっとお前かよ、ナックルじゃん。空気読めって、そこは。もうマジか。まあいいか。最後あれか、連打勝負のやつなんだな。まあ連打はね、これといってあるわけじゃないんで。まあでも連打もやりますよ、景気よく。最後の連打勝ちに行きますよ。ファイヤー、いやー、押し返す。押し返す。え、あ、そういうことか。そうだね、入れ替わるやつだ。あ、でも大丈夫そうです。あ、こっち、あれ、意外に、あ、そうか、これで押し返す演出があるんですね。全部全部ボタン全押しで、おらおらおら、カービィが叫んでる。いけー、とどめのファイヤー。とどめ、誰も使わなかったフレンド。あ、あれ、カインとかいた今。増えてるんだ、ちゃんと。マジですげえ。これ最後何体でボコられることになるのかいつ。ほらほら、ドリームフレンド、マホロアとかいたよ今。エンデニルかわいそう、なんか。
よし。いやー、やっぱりね、ハイネスが一番きつかった。オッケー、大爆発。ここはね、なんかドリームフレンズの4人で、ドリームフレンズの3人とでうまくやってみるとすごくなんかいい映像になりそうですよね、ここ。今回誰が起こしてくれるのかな？あ、そうか、3人一斉に来るのか。さあ、ポップスターに平和が戻りました。なんかやっぱりいつ見てもこのムービー感動的ですね。わーいわーい。戻ろうぜ、みんな。来いよー。ヤッホー。で、プレイヤーに向かって手振ってくれるんですよね。これがまた憎い演出だこと。さすが任天堂だよ。ちゃんとプレイヤーにも敬意払ってさ。なんでこんなごますったみたいな発言してんだろう。はい、というわけで、今回のシリーズ、夏休み特別企画、縛り実況ということでね、まあ僕、ゲーム自体そんなに上手くないのは自分で分かってるんですけど、それでもなんか、あんまり他の方がやってなさそうな縛りをちょっと見つけたつもりで、はい。まあ、アルティメットチョイスとかはそういうのはまだ全然やってませんけど、まあ、せっかくなんでなんかやろうかなって思ったのが、考えてたのが、このすっぴんで、しかも一人でボスを全部倒すというイベントじゃない、という縛りをね、ちょっとやってみようかなって思って、今回挑んでみました。まあ、時間はやっぱりかかりましたね。で、僕自身も、まあ、今回のおかげで、防御と、なんだっけ、緊急回避を覚えたんで、ちょっとはカービィまた上手くなったかなと思います。ということでね、まあでも、さっきも言いはしましたけど、やっぱり一番きつかったのはハイネスですね。なかなかね、こう強いって分かって挑むと余計になんかプレッシャーになるのかなんなのか、うまく立ち回れなくなっちゃうんですよね。サンバ感もね、なかなか強かったですし、逆にガードを覚えてからだからこそガードが効かない攻撃とかもあるんだなっていうのが、今回また勉強になったかなと思います。新作カービィとかね、またいつ出るのかちょっと分かりませんけどもね、このね、素晴らしいゲームを出してくれた任天堂さん、そしてハルケンさんならきっと次のカービィも面白いゲームになるでしょう。ということで、皆さん、夏休み特別企画楽しんでいただけましたでしょうか。せっかくね、まあ、夏休みまだ始まったばかりだと思いますからね、宿題ももちろんやることは大事ですが、たまにはね、動画見たりゲームしたり息抜きもね、必要なんで、最後にね、ちゃんと宿題を終わらせれば、きっちり終わらせれば、学生の皆さんは何の問題もないんじゃないかなと僕は思います。だからね、やっぱり息抜きもね、人生には、人間には大事なんです。ということで、以上、スキックバスターでした。この動画がね、少しでも皆さんにとって息抜きになればいいかなと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。